た。何割りました？なんか割れたパキって。ほら。おー。背もたれ。背もたれですか？背もたれ来たね。背もたれ割れました。立ちで行くかな、俺も。うおー、びっくりした。パキーよ、パキーって。うーちゃんと。オッケー。慎重に行こう。全然いけるさか。全然いけます。ちょっと一番マックスだとどのくらいいける？マックスですか？うん。お、早いな。やっぱ早いな、あれ。すげー。こいつ今マックスだけど、これしかいけない。いやー、やっぱモーターがでかいと早いな。ちょっと変わって、あと体重の高だ。ちょっと変わって、超絶遅い。それと同じ、それと同じ。いい話よ。はい。これ何足とかあるんですか？それね、ある。一応、一番今ハイになってて、はい、ロー、ミディアム、ハイ、ハイと。ああ。でもこいつ。ブレーキ能力弱い。あ、お、登るね。登る。これで同じくらいかな。体重の差で同じくらいになったみたいな。今マックス？今マックス？今マックス？マックス。あ、じゃあ同じくらいだね、これね。むしろそっちの方が早いわ。いや、やっぱ体重の差でかいな。
はい、体重何キロだっけ。体重何キロ。62ぐらい。62か。俺が85だから23キロの差でこのぐらいの違いがあります。照明が照明やる。やっぱフィールドでこうやって出ないと分かんないですよね。そうなんだよ。抜いてって。こっちの方がデコボコに弱いから気をつけてる。になったから。マシーン。足が。足きますよこれ。足くるから。右足だけ来てる。左足だけ。マジですか。右足か。後ろ側ね。後ろ側。後ろ側来るね。これランプ片方切れてる。片方切れちゃってる。ちょっと配線が。こっちのはやっぱ振動来るね。振動が来る。ちょっと座ってこ。
シートが折れるとは結構いけると思ったんだけど、移動距離お願いします。おお、いいね、この安定の。バッテリー切れた？これね、多分結構頑張りそうだ。ちょっと休めば多分回復する。あ、そうなんですね。うん、あ、なんか熱ですか？多分ね、相当熱いと思う。あ、ちゃ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 。マジですか？うん。触ってみて。あ、熱っ。モーターがね、ちっちゃいからね、発熱するんじゃないけど。え、ここにも。どういうこと？ここが熱いってどういうことですか？その中にモーターが入ってるじゃん。はい。で、モーターの線から熱が出るの。あ、線がここにあるんだ。そうそう、いっぱい巻いてあって中にくるくる。なるほど。で、多分ちょっと冷やしてなんか放置するとバッテリーがね、ちょっと回復してくると思うんだ。あ、なるほど。ずっとひたすら上りだったからオーバーヒート。そう、そんな感じ。まあ一応替えのバッテリーあるのと、今この場所どんくらいだろう。まだ2キロぐらいしか来てないの。2キロも来てないか。あ、でも中腹ぐらいまで来た。あ、マジですか。うん。でもこれでも中腹なんだ。タツン登った時より全然登ってますね。登ってない。通常多分平地でこの今のバッテリーで15キロぐらい。そうなんだよね。めっちゃいい。ずっと登りたかったからやっぱかなりきつかった。しかも俺が乗ってるじゃん。これもともと持ってた板なんですか？それね、中古レックで買ったやつだったやつだろ。ある程度その固めなボードがいいの。ちょっとじゃあ行ってみようか。めっちゃ熱い。
ちょっとバッテリー変えてみようか。ちょっとバッテリー、これ持ってて。はい。ちょっとこいつを背負ってほしいんですけど。はい。基板が厚いな。基板が厚い。モーターも厚いけど基板が厚い。使ってみて。基板がかなり厚い。ああ、本当だ。かなり重量だこれ。でも実験なんですよ。こいつはもうタフですね。こいつタフ。モーターがやっぱでかい。ちょっと様子が。ちょっと待って。これでちょっと乗りづらいけど、召喚で。うん、下から出したほうがいい。電源来たな、ごめん。あっちのスイッチだ。元の方だ。あ、こっちか。うん。あ、そっちじゃなくてね。こっち。はい、よ、はい、めっちゃ速い。あ、やっぱバッテリー違うのか。なるほどね。速いね。めっちゃ速い。速いね。もう逆に速い。うわ、バッテリーだいぶ違うな。マジで？速いね。電圧下がってたからかな、そういうことかも。今マックス？マックス。
マジで同じぐらいだな。気をつけてね。選択としてはいい。車来ないし。車は来る可能性あるし。来る可能性あるから気をつけて。はい。ちょっと休む。足大丈夫。
バッテリー持ったらそれ、こっちの方が。おお、足が。痛い。あ、車ちょうど来た。おお。言い出した。今日抜けたんだ。車ちょうど来た。右足がね、カプラーに。でも今ね、30分ちょうど。30分。うん。でもうそろそろじゃん、あんた。GPS 入らない。あ、もう少しだ。海岸高原展望台まで。もうこの上っぽいね。お。登りさえすればね。ですね。タヌキだね。タヌキ。タヌキちゃんと抑えてあるね。あ、マジっすか。カメラ入って。やった。普通にど真ん中に座ってましたね。めっちゃ逃げた。結構でかかった。やっぱこいつ走破性あるな、全然。ワゴは重さでかい。バッテリーもいっぱい積んでるし。何倍座ってるか。でも僕もう普通になっちゃったからね、まあ当たり前になっちゃったからね、あれですけど、まあそうだよなっていう当たり前の反応だよなとちょっとじゃあ変えますか、また。あ、無理です。一回今カプラ外れちゃいましたけど。あ、オッケー、ま、繋いだ、繋ぎました。オッケー。これでよく、ガンプとか行ったの。そんな危険だから。マジで、やべ、一瞬マジで迷いましたもん。行くべきか行くなに。行っちゃいます。すごいやばかったな、そこ。面白かったけど。うわ、モーターめっちゃ熱い。やばいっす。あれ、でも今繋げてないんですよね。今繋げてない。あれ？あれ？今繋げて。あ、でも熱い。あ。でもね、大丈夫だ。このね、エクストリームなコンディションもね、ちゃんと作ってしまった。なるほど。だから、ね、大丈夫。タップな時。そう。よく。あ、確かに。登るね、こっちの方が。違いますよ、やっぱ。あ、でも想像もなかった。いきなり落ちる。パワーが。いやでもモーターがもうチンチンだな。いやこいつにはかわいそうだな。変わりましょう。ちょっとこいつには多分かわいそうだ。俺が乗るの。
くいったらすげえよ。なるほど。ちょっとじゃあこっち行ってみましょう。はい。展望台とか多分こっちの。あれ動画撮ってると思った撮ってなかった到着した感動の瞬間をあれこっちはもうずっとオンです。やばいねこれ。これやばいですね。これやばいわ。やばい絶景です。展望台があるみたいなんでそこまで行きますか、はい、180度、あ、360度見えるらしいんで、この上、このもうちょっと上かな、あ、登ってくるか、あ、これで、あ、ここじゃなくて、ここじゃなくて、あ、そういうこと、多分ね、多分そう、ここは多分宿泊施設だと思うんだ。そうそうそう。ここから多分まだ行くと思うんだよね。こっちかな？違うかな？歩いていくのかな？
ける？ここにじゃあ置いて、隠して、はい、オンフットで歩いていきますか。はい、充電は、うん、ここか、うん、このボタン、このボタン。でそこ、ちょっと抜いちゃっていいよ。めっちゃ景色だ。思った以上のね景色だ。自転車きついな。かなりの距離でしたよ。別に大して使うけど、ちょっと足がこう、アップしてるなっていうぐらいで。そのままだよね。気持ちよかったじゃん。うわ、高っ。高いね。確かに。こっちはですか。残りの270m。本当にこれあれでしょ。カバン背負ってこれたのか。見てなんかカバン背負ってなんかもう。お弁当とか持ってってみる。そうだね。むしろこれ食べればいいんだね。確かに。標高は 1200m。 いや、そうですね。あ、じゃあ下が確か600いくつなんで。で、600ぐらい。600ありますね。確かに向こう側も見えるね。
しよう。多分ね、帰りの方がね、はい、アドレナリン出るからね。確かに怖いですね。気をつけた方がいいと思う。アグレッシブになってテンション上がってるから。これやばいっすね。めっちゃ向こうまで見える。さっきのもやばかった。結構登ってきたよね。あれでよく登ってきた。後ろの方見えないもん。坂も坂でしたよ。こっちの方からの景色も良さそうだったね。いやー、ここなんか視界がなかった気がしますね。ああ、そっか。山道ありましたけど、作っちゃうか。これなんかロープウェイでしかも、こう、行ける。ああ、そういう感じの。めっちゃ長いです。前友達と大泉ダムっていうのがあって、地元の湯にあったら、トンビしたんですけど、そこ、あれで。降りてるまで追いかけて、こっちからも帰れるのかな。微妙かな。どこっちかな。ちなみにあそこ行った時にやってきてもらえますね。そこに近くに看板があるから。